玉野市においては宇野と高松の間で行われる瀬戸内国際芸術祭が展開をされました。そしてそれに合わせるように去年の港フェスティバルは7月に C 級グルメの全国大会と合わせて開催をされました。大変暑い中、昨年も多くの方にご来場いただきました。今年は1年回ってこの5月に港フェスティバルが戻ってきました。2日前から後ろに見えております独立行政法人会議教育機構の太平洋の白鳥といわれる日本丸が入港してきております。まもなく日本丸は帆を張ってセイルドリルが始まる予定になっています。合わせて海港船ということで、海上保安部からは先日就航したばかりの玉波が来ていただいておりまして、まさに皆さんに海と港と船をいろんな形で感じていただこうということで、いよいよ港フェスティバルの21回をスタートさせていただきます。若干暑いかもしれませんけども、皆さん水分を十分取っていただいて、この玉野の気候、玉野の良さを味わっていただければと思います。引き続き三宅会頭の合言葉のもと、東日本復興にそういう冠もつけてこの展開、この会開催をしております。各地域、昨年は熊本で大きな地震がありましたが、非常に気候に恵まれていて安定したこの西日本の地から玉野の元気を東北へ、あるいは玉野の元気を九州へ、皆さんと共に送っていければというふうに思っております。繰り返しになりますけれども、本当に21年の長きにわたってこの会を支えていただいています多くのボランティア、多くの関係者、そして支えていただいている市民、県民、あるいは県外の皆さんに心から感謝とお礼を申し上げ、ご挨拶に返させていただきます。皆さん、この2日間しっかり楽しんでください。ありがとうございます。黒田市長、そしてのどちゃん、ありがとうございました。じゃあ、のどちゃんもね、ステージにいていただきますか、降りちゃいますか。はい、ののちゃん、ありがとうございました。